8年前大韓航空の副社長チョ・ヒョンアがナッツの出し方に激怒し飛行機を引き戻させ大炎上。このナッツリターン事件には驚きの展開が。飛行機を降ろされた元チーフパーサーの日本で初めての独占インタビューに成功。会社を訴えた彼を待っていたのは強要、降格人事、社内での嫌がらせだった。もう社会の正義が働いていないと身をもって知ったんです。財閥一族を相手に戦った衝撃の結末はワールド極限ミステリー23日水曜夜9時。パワハラには屈しません。 Yeah!